うん、じゃあやっていきましょう。で、前回は中日か。負けたんだよね。うん。やられたんで、今回は頑張っていきましょうか。今日から後半戦です。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。阪神中日、前回は何もできなかったよね。現在首位のタイガース、うん、山本、まさにやられてしまいましたね。そして、実況山口不二雄でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中田か。リポートしてくれるのがこの二人です。はい、我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。タイガースのスターティングピッチャー7勝、前の登板では勝利投手になっています。さあ、そのピッチングを見守りましょう。やばいな、勝ちまくってんね。ドラゴンズの攻撃、そしてこれはまあボールでいいんじゃないか。あら、黒入り後の通算打率、その数字なんです。あら、全然ダメだね。これは走ってくんのかな。そして次のバッターとなります、井端、右の打席です。はい、あー、これはやばいな。ファーストランナーは二塁に止まります。センターへのヒットが出ました。そして打順が変わります。で、三振狙いと。阪神対中日、あーっと、ダブルスチール、投球入らない。うわー、走ってくんね。すごいな。そしてクリーンナップという場面、森野、ストライク先行。 OK、 頑張って。そして4番バッター登場で、ポランコのところでコーチ派遣と。福原、バント、昨日敗れたタイガース、ホームでの成績、打っていった。なんでその球投げるんだ。いやー、初回からダメだね。そして5番バッターに変わります、和田。これは参ったな。いや、だからなんでその球投げるんだって、お前もマジで何やってんの。いやー、どうしようもないな、これ。初回いきなりの失点を許しています。あ、何投げてもダメっぽいね。お、これ美味しいな。どうしても点が入ってしまう流れになってんね。お、頑張ったね。まあ2点ならまあいいんじゃないの。2軍のピッチャーだったら、まあ6点ぐらい取られてるよね。いやー、中日と相性悪いよね。まあ連勝してたから、まあこんなもんかな。おフォアボールで盗塁を警戒してくるんで、いや、ここは様子見かな。 OK、 お、いけんの、お前それアウトじゃないの、お前。金本に頑張ってもらいましょう。ダメか。ツーアウトで次のバッターを迎えます。野村。なんかちょっと締めっぽいよね。お、飛んでってない、これ。入った、これ。最初からヒットを入れてるんでしょうか。さあ、いや、同点のツーランホームラン。ちょっと試しに打順を変えてみたんだよね。結果的にはいいのかな、どうなんだろう。初回早くも追いつきました。これはついてんね。で、ブラちゃんが頑張ってくれれば言うことない。ゴルフかなんかと間違えてんだろう。飛ばないけど、なんか面白いところに飛んでいくように。残念。2回の表、ドラゴンズの攻撃。まあでもまだまだ打たれるんだろうね。今日の第一打席に入りました。ああ、ほら、いい当たり、ボールを追っていきます。高くねえか、なんか甘いよね。伸びていった、球場を越えていきました。打ったバッターは二塁。
正直どうしようもないからな。また点を決められるんじゃないかね。このゲームの最初の打席になります。バントします。うまっ。今サード行けだろうな。送りバントが成功しています。これでワンアウトになりました。そして打順は1番に戻ります。荒木、このバッターボックスとなります。変化球打って、ああなんかピッチャーゴロっていうかセンター返し取れないよね。取れるピッチャーは結構抑えるんだけど、センターへのタイムリーヒット1点を追加します。これは良くない流れなんだろうな。井端、右のバッターボックスに入ります。誰、盗塁。この回勝ち越しを許しています。やはり走ってきた。ウエストボール、タッチアウト。2投は失敗。ふう。そしてバッターは2番井端、右のバッターボックスです。阪神対中日、その3連戦高いね。サードです。サードが抑えます。1塁に送ります。1塁アウトで3アウトチェンジになります。2回の表終了。ドラゴンズ1点を。簡単に点を取られるんで、福原もちょっとそろそろ疲れてるのかな。調子的なもんもあるんだろうね。ショートフライに終わりました。そして次の8番鳥谷、左打席に入っています。この回はワンアウトになっています。ストレートを打って低い当たりになった。サードライナーに倒れバッター福原、まあ、とか言ってるけどね、余裕で首位なんで。これで3アウト。まあ、ちょっとぐらい負けてもどうにもならんというかね。3人で攻撃を終了しています。3回の表、ドラゴン連勝しまくってたまに連敗してみたいなパターンになってるよね。このゲームバージョン的にはこんな感じなのかな。そしてバッターブラウン、3回表ワンアウトです。バージョンによって全然違うからね、難しいよね。ショートが抑えます。一塁送球。このバージョンは初めて、まあ、打ってくれるからね。まだ楽しいよね。今まで全然打ってくれなかったんで。それを考えたらまだマシな方かな。打たれるけど打てずっていう。同じぐらいホームラン打ってるもんね。前はだって、AI の方が20本ぐらい打ってたら10本ぐらいだもんね。これで点入ったか。福原ダメだね。今日もダメっぽいな。まあ中日がね勝ってよかったんじゃないのっていう、そういう日もあっていいんじゃないか。なんかカーブ好きだよね福原ね。まあリアルでも投げてたけど、あんまり良くないよ。できればやめてほしい。こちらもこの回から2巡目に入ります。柴田、福岡県出身。ガーッと打ちました。オーバーないと。ワンアウトになっています。そして次の2番平野、打席に入ります。で前回も言ったっけ、確かなんかね阪神今ね優勝旅行してるよね。抑えた。一塁に送ります。一塁、これはアウトになります。そして楽しそうだよね。まあいい気を養ってもらって来年も頑張ってくれればいいよねっていう。アウトです。守備の名手と言われるだけのことはあります。あります。さて試合は2点差のまま4回に入っています。いやーもうほんと好きだよね。何投げてんのお前、ダメだってそれ。バントこれ。マウンドは先発ピッチャー福原。うまいな。ピッチャーを抑えた。一塁に送ります。一塁はアウトです。ワンアウトになりました。そして次のバッターとなります。井端、打席に入ります。もういいよいいよ、何やっても打たれるから。おお、カーブ投げまくってんな。なんだろう、最近のお気に入りなのかな。今日はいいと思ってんのかな、打たれまくって。ああでもちょっと抑えてるから。これは一二塁間、取った。一塁へ。五分五分ぐらいだね。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね。四回の裏。四点ね。四回四点。ダメだね。中田、四回まで来ています。そして二点を与えています。デッドボール多くない？大丈夫でしょうか。一塁に向かいます。いやデッドボールの練習はしませんからね。やはりこれもセンスというのがあるでしょう。おほ、おほ、ははははは。これよ、これが見たいんだって。
やってくれたね。当たれば飛ぶんだけどな、当たらないんだよね。今同点のホームイン、4対4。今のバッティングについてお聞きしますが、田尾さん、ちょっと変化球が甘くきましたかね。ですね、2点返しました。同点になりました。見事なアーチは同点ホームランです。まあ、でも本当いい場面で打ってくれましたね。いいね、演目役所の同点弾です。毎回打ってくれればな。ブラジルは来年なんだよね。っていうかこの年か、絶好球だったんでちょっと焦ったけど、この年ぐらいに多分打つのかな。はい、ありがとうございました。まっすぐ決まった。47分ぐらいね。一塁アウト、サードゴロに終わりました。この打席にかける気持ちはどうでしょう。うん、それにしても毎回気合が入ってますよね。あっと三振。まあでも中田の方が調子がいいね。さあドラゴン、次の攻撃は4番から始まります。5回の表、ドラゴン11本も打たれたらそれは4点取られるよね。お、カーブやめたんだ。初めからそうしとけってお前。カーブだけはお前もう投げんの。お正面、和田が危ないよ。和田が当たってるよね、ちょっとね、なんか嫌な感じだよね。お、初めて落ち着いた。福原頑張れ。あ、結構いい当たりだったね。柴田光平、あーダメか。なんとなく赤星と変えてみたんだけど、さすがに赤星の方がいいのかな。今日金本打ってないんだね。お、しぶといね。で、野村さんがホームランと。やれ。あー、さすがに無理か。4対4。ホームラン2本で同点と。おお、ボール球。いいね、今の。球変わってきたよね。投げる、球が。ほら。最初のあのカーブは何だったんだ、あれ。大抵カーブ打たれてるよね、この人。やめろっていうこともできないんで。ホームラン、ホームラン。なかなか当たんないよな。いやー、いいね。じゃんけんが負けてんのかな。スチュワートなパワーあるんだけどな、飛ばないよな。これでスリーアウトチェンジ。ゲームは中盤の回をし、ボールのばらつきありますけど、要所要所でいい球が来ますね。コントロールが適度に乱れているという今日のピッチ。ちょっとボールが、これは取れる。オッケー。レフトフライに終わりました。危ない危ない。バッターは2番井端、打席に入ります。福原、7回ワンアウトまで来て、あーっと取れる。サード取りました。一塁送球アウト。福原、まあここで終わってくれればまあ帰れるんだけど、まあなかなかいい。あー、ダメか。打たれすぎだって。ボールが返ってきたが、ツーベースヒット、ライトへのヒットになりました。まあ1点を守り、これで多分長打狙ってるんでやめておこうか。福原監督、今シーズン放ったホームランの数は、取れない、残念。中継のセカンドへ、得点圏の場面、やはりこの男が打ちました。残念と。少し単調。ここで一発が出るとストライク。ドカン、オッケー、頑張った。まあまあいいんじゃないか。よく頑張りましたと。流れを変えていくことができるでしょうか。7回の裏、タイ
まあ、勝つかどうかは運次第と。おファーボール、ファーボール。ここでもう交代と。で、誰がいいかな。ロバートやっとく、ロバート。いけいけ。ホームラン打ってこ、ホームラン。やれやれ。お前ならやれる。いけ。なんだそれ。これはもう赤星と変えるか。とりあえず代打で出した方がなんか結果が出るんじゃないか。いやー残念。そうだな、盗塁でもそうかな。これはちょっと動いた方がいいか。ヒットエンドラン。おお、うまいね。なんだろう。長打長打長打でいいよ。いえ。ああ惜しいね。頑張れ。頑張れと言っても無理でしたと。高いの。お、ギリギリ。今の怪しいよね。まあ、ほどほどにね、イニングを食べてくれれば、それでいいよ。試合をね、消化していきたいんだよね。オッケー、いいね。おお、何事もなかったね。珍しいな。珍しくない？ここで2番手ピッチャーを送ります。平井、中3日を受ける登板となります。さあ、どんな投球を見せるのか。平井からこの前打ったんだっけ、どうだっけ。基本的にあんまり打てないんだよね。ストレート、ちょっと上がった。打たされましたね。取ってワンアウト。詰まったか。で、ブラちゃんが調子がいいと。詰まってんの。で、新井がいまいちなんで、誰かいる、あ、バルちゃんやる、バルちゃん。まあ、今日はね、バルちゃん、久しぶりにね、2軍から上げたんで、頑張ってくれるんじゃないかな。新井でいいんだけど、たまにはね、違う人も出したいねって。何をやっているんだ、お前は。アピールしなさいよ。エグちゃん頼むよ。まあ、良かったり悪かったり何とも言えない。安定はしないよね。あ、監督だ、監督。監督、来年の監督、中日楽しみだよね。どうなるのか、結果がどうなるのか。中日って言えば、それは中田翔行ったんだっけ。結構火力は上がるのかもね。いきなり優勝しないから、それの方が面白いよ。手のひら返しするんじゃないの、みんな。どんな形でもいいから勝っとけばね、怒られないんで。岩瀬。この試合2回目のピッチャー交代です。岩瀬、今シーズンのセーブの数は18となっています。まあ、完全に中日のお得意のパターンになってるよね。最終回、まっすぐを打ってセカンドへの打球、ランナー出ないかな。ランナーが出てくれればワンチャンやるんだけどな。ダメですね。どうしようかね。じゃあ今岡にホームラン打ってもらうか。
とバッター変えますね。ランナーを出したいこの場面、タイガースここで代打を送ります。ここで勝負使ってないから、ここで勝負ホームラン。監督の期待に応えられるんでしょうか。やるよ今岡は、やる、そういう男。いけ、あと一人で勝利となるが、ストレートを振ってまたボールが飛んできました。この回は忙しくなりました。アウトです。最小得点差で切り抜けました。5対4、この3連戦最終戦はドラゴンズ、タイガースを僅差で破りました。この3連戦今日も勝って2勝1敗となりました。中田、これで今シーズンの勝ち星を2としています。岩瀬、素晴らしいリリーフでセーブを挙げています。勝利監督インタビューが始まっています。さあタイガース、この後東京ドームに移動します。そしてジャイアンツとの対戦になります。この放送の解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。